はい。では、お時間になりました。こちらでは、えー、17時からのセッションですね。MWWP フォームのメンテナンスを引き継いでもらった話ということで、えー、北島隆さん、浅川幸、えー、ゆきさんでしたね。ゆきのぶさん、えー、竹下和人さん、安藤敦さんの4人による、えー、座談会形式のセッションをお送りしたいと思います。プラグインってメンテナンスし続けるの本当に大変だと思うんですけれども、まあ、 きっと北島さんが一人ではもう無理ってなった結果、道を探してどうなったのかという感じのお話なのかなと思いますが、いろいろと伺っていければと思います。よろしくお願いいたします。 えーっと、まあ、MWWP フォームのメンテナンスを引き継いでもらった話をさせていただきます。えー、まあ、えー、っと、MWWP フォーム、すごいよ、呼びにくくて僕も噛むんですけど、まあ、これは、ま、な、な、まあ、どういうものだったかっていうのと、えー、まあ、なんでやめたのか。うん、で、その後、まあ、引き継ぎ、 しましょうかというお話をいただくんですけど、まあどういう流れでそうなったりとか、その後どうしたのかというのを順番に話していきます。あ、自己紹介しますか。えー、僕がまず、えっ、ー、とその MWWP フォームを作った北島と言います。えー、よろしくお願いします。浅川幸信と申します。えっ、ー、と MWWP フォームを 引き継がせてもらったウェブの相談所のメンバーの一人ということになります今日はよろしくお願いいたします同じくウェブの相談所の竹下と申しますよろしくお願いしますはい、同じくウェブの相談所の安藤ですよろしくお願いします はいえーまあ、まずどういうプラグインかっていう説明なんですけど、えっと、まあわかりやすく言うと確認画面付きの問い合わせフォームが作れるプラグイン、えー、というものになりますで。初期バージョンとしては2012年の7月ぐらいにリリースをしました、えー。で、この時はもう僕もそのオープンソースとか、えー プログラミング自体もまあそんなに分かってない状態だったので GitHub とかも分かんないし公式ディレクトリーとかも分かんないので普通に自分のブログで ZIP ファイルをダウンロードしてくださいみたいな感じでやってましたそれが2012年ぐらいですねでそこからまあえっとワードプレスのコミュニティを知ったりとかしてあそういうのがあるんだということであの公式に上げるとか まあと特徴としては自由な HTML でフォームを作りやすいというものと、えーまあ、服がいっぱいあるので、えーまあ、条件によって送り先を変えるであるとか、えーまあ、自分のワードプレスじゃないところにデータを貯めるとか、まあ、そういうことがカスタコードを書けばカスタマイズがいろいろできるというのが特徴になります。 でまあ、自分でも使ってたし結構ユーザーさんもたくさんいたんですけどうんそうですねまあいろいろ理由はあるんですけど、まあ、書いてるので言うとあの、まあ、僕があんまりプログラミングがあんまりそう得意じゃないような時に作り始めたものなので、まあ、設計があんまりよくないっていうのがあって えーまあ、その今の段階では動いてるけど、こういう機能を追加したいとか、あ、こういう風害が出たっていう時に、もう設計上追加できないとか、設計上直せないみたいなのがまあちょいちょいあったりして、結構まあそれがストレスになってたんですよね。うん、で、まあ、だましだましやってたり、まあ、大幅にリファクタリング入れて、まあ、ちょっとこういうことはできなくなりますとかいうお知らせを出したりとかもして、まあ、やってはいたんですけど、 えーまあ、あとまあ大きいのはまあワードプレスがブロックエディターになったっていうのも大きくて、まあ、さ先ほどのスライドで書いてた通りありクラシックエディターの画面をつ使ってフォームを作るっていうものだったんで、まあ、ブロックエディターっていうのが出てきてブロックでこうページをまあ僕が作るようになった時にあのクラシックエディターの画面を見たくなくなっちゃったんですよね。あそこでで HTML 自分で書かないといけないっていいいとけうのがもうめんどくさすぎて なんでこれブロックで作れないんだっていうのが、まあすごい感じるようになったっていうのがあります。で、その流れでまあブロックでフォームを作れる、えー、プラグインもまあちょっと作ってみようかなと思って、で、SnowMonkeyForms っていうプラグインをまあ作ってみたんですよ。そしたらもうそれがもう自分的にはすごい使いやすくて、やっぱあの画面で作れるっていうのが。で、まあそのせいで僕自身が MWP MWWB4 も使わなくなくっっちゃったんですねでやっぱ自分が使わないともうメンテする気力も湧かないしうんでそ,でそれにさっき言ってたもその設計が悪いとか、まあ、脆弱性がとかがあってちょっともうしんどいなと思い始めたのがまあ2019年とか20年とかそれぐらいになります。 であと、まあ、そういうのでずっとやめたいと思っていたんですけど、うんまあ後でちょっとどうしましょうみたいな話をするんですけど、えーまあ、開発をじゃあやめます配布やめますでも僕がしたとして、えー、でもその古いバージョンを使ってる人っていうのは基本的にはずっと使えるのは使えるわけじゃないですかいきなり機能停止するってことはまあできないので。 となると、ま、やめて、その脆弱性が残ったのを使い続ける人がいるっていう状況ってどうなんだろうなっていうのがあって、えだからま、開発はやりたくないけど、脆弱性の報告があったら対応はして、ただし、もう、え開発はやめますから、早く乗り換えてくださいっていうのはアナウンスしてるっていう状態が、ま、しばらく続きました。えで、去年2023年に、 まあある人から、その、そうは言っても、完全にも辞めると宣言して本当に辞めない限り、結局使いし続ける人が、まあずっといるでしょう。まあ言われまして、うん。あんまはっきりまだ言ってないんじゃないっていう感じのことを言われたんですよね。 まあなんとなくそのツイッターとかでまあもうやめますとかやめたいですみたいな書いてるけどちゃんとその公式サイトとかえーワードプレスの公式ディレクトリの方に書いてるとかいうことはもうなかったのでまあ確かにそれもそうだなと思ってではっきりもう宣言をしようと思ってえまずはその MWWP フォームの公式サイトにまあもう赤字でバーンと案内を出してでツイッターにも流して。 えー、もう本当にやめるぞ、というようなことを書きました。はい。で、そこから引き継ぎの話になるんですけど、ちょっと一枚。はい。ちょっと紹介なんですけど、まあ、スノーモンキーフォームスっていうのがあって、まあ、これも、えー、確認画面付きです。はい。で、ブロックエディターに対応というか、まあ、ブロックエディターでフォームを組み立てていくっていうものになります。で、ちょっとあの、 勘違いをされてる方がいるんじゃないかっていうことで言われたんでちょっと案内を入れたんですけど、あの、僕、スノーモンキーという、えー、有料のワードプレステーマを作ってるんですけど、それでしか使えないんじゃないかってなんか思われてることがあるらしいのですが、あの、どのテーマでも使えます。はい。で、これはもう公式ディレクトリに載せてて、えー、普通にワードプレスのダッシュボードからインストールできるんで、あのー、ま、 MW を使うぐらいならこっちを使ってもらいたいなと。はい、思ってます。このプラグイン使ったことある方っていらっしゃる結構多いですね。ありがとうございます。スノーモンキーじゃないと使えないと思ってた方聞いてみああ、それ知りたいですね。はい、スノーモンキーのテーマを使ってないから、このプラグイン使えないんだわと思ってた方っていらっしゃいますかあ,れいないあ、いないですね。あれ <laughs> あれ,ど,あれど,どこの声か分かんないです。<laughs> サポートで引き継ぎからあの引き継ぎの申し出から引き継ぎ完了までということなんですけどあの北島さんが、えー、と今の X ですね旧 Twitter でこの MWWP フォームのクローズに関して、まあ、今スクショ貼ってるような投稿を されてますこれが2023年去年去の9月9月日ですでこのポストを僕が浅川が発見しましたで何かできることないんじゃないかなと思って、えっと、ウェブの相談所のコアメンバーである竹下さんと安藤さんと浅川で議論をさせてもらいましたで、えっと、申し出をすることをすぐに決めて竹下さんから北島さんにコンタクトしてもらって。 そのっ、えー、とは、まあ、実行委員の方はご存知だと思いますけどバックログっていうあの管理ツールがあるのでそちらで、まあ、引き継ぎの課題管理を行ってあのスムーズに移行できるようにしました。で、えー、とお知らせを、えー、と X と相談所のサイトで案内させてもらったということです。でここまでが多分決めてからここまで行ったのが申し出するまで半日ぐらいだったと記憶してるんですけど。 そうですね。佐、ね、川さんから連絡もらってすぐにやりましょうということを決めて、実際に引き継が終わるまでは10日間ぐらいかなそうですね。なだと思います。うん、じゃあ次のあ。ちょっと僕からいいですかの 僕がくくさななってるわけじゃないですか、はい、もうこれ直すのが大変,大変だっていう言葉面倒くさいっていあれですけど、はい、それを引き継ぐっていう話がこう来た時に「うわ絶対あれ面倒くさいやろう」とかなかったんですかなかったかというとそうなると思うんですけど個人的に面倒くさいのが好きなのと <laughs> あと MW に対して過去に、えっと、フルリクエストを送ったことが ありますはいはい。っで、えっと、個人的にも、えっと、弊社の案件でも、MW を使うことがあって、MW のソースコード自体をよく把握していたつもりだったので、なん,でね、なんとかなるんじゃないかなっていう、まあ、新規の機能開発をするわけではないので、どうにかなるんじゃないかなっていうことで、申し出た感じです、えー、ありがとうございます。 はい。で、次のスライドかな。はい。じゃあ、えっ、ー、と、こっから。はい。で、えっ、ー、と、相談所、ウェブの相談所で引き継ぎを、えー、10日間なので、9月中旬ぐらいですかね、引き継いで、えー、そこから今日までで、えー、2件の脆弱性の対応を行いましたで。全て外部のそういうセキュリティ専門の機関から問い合わせがあって、 弊社で対応しました。で、えー、5、6件個人の方からの問い合わせにも、えー、応じましたが、有料サポートの申し出に関しては一切、まあ、返答がいただけなかったような形になります。で、えー、っと、MWWP フォームのプラグインの公式ページのフォーラムにもいくつか回答させていただいたり、えー、あとは X ですね。えっ、ー、と、エゴさして、えー、どんな反応があるのかっていう確認を随時、 行ってます。今もやってます。で、えー、もう一件、えっ、ー、と、去年に、えー、PHP の、えー、必須バージョンが特に明記されていない状態だったので、これを、えー、PHP の8以上。で、Wordpress のバージョンについても、確か4.2だったの。多分これがリリースされた当初のバージョンなんですけどね。はい。 6.0まで引き上げを行いました。で、この全体的な取り組みとしては、えっと、Web の相談所としては、えっと、Five for the Future の一環として行っています。 はい。Five for the future については後で説明します。で、えー、っと、まあ、X とかの反応を見てるとですね、ま、いろいろ意見はあったとしても、協力してくれる人はいなさそうだな、というふう、あの、どう,うですかね、オープンソースだから、えー、っと、まあ、やっぱり個人では限界が来るとか、会社の方がいいんじゃないかとか、あったんですけど、まあ、どうやらう手伝うっていう手を挙げる人はいないよ。 だだったたたので、まあ、我々が手を挙げさせていただきましたで、まあまあ、もちろんオープンソースなのでウェブの相談所以外でも対応はできるので、まあ、今後関わってみたいっていう人がいればぜひ連絡をください。でえーまあ、さっきもお話しした脆弱性のレポートですね、まあ、かなり細かい内容であのこういうところが問題があるとか具体的にこういうふうに直せばいいっていう。 指摘をもらえるので、まあ、かなり細かくて、勉強になる面もあると思います。最近の、あの、フックを調べた話はあ、そうですね。まあ、オープンソースなので、いろんな関わり方ができると思うんですね。で、最近、スノーモンキーホームスで、なんか、あのー、調べた話が来たっていう。 えっとですね、X でなんか、MW からスノーモンキーに移りたいけど、これができればいいんだけど、ここができないからなって書かれてる方がいたんですよね。はい。で、その方は、あの、なんとか自分でやろうとしたんだけど、スノーモンキーフォームスにちょっとフックが足りなくて、できないと。 だから、そのスノモギフォームスのコアファイルをいじって、ここにフックを足せばやれるっていうようなことを書かれてて、コードも書いてたんですよ。で、それを僕がツイッター e r X で見つけたんで、あの、プルリクをってリプしたら、本当にプルリクをくださって、その方が。で、結局、まあそ、それをあの追加するためには、えー まあ追加自体は簡単なんですけど、実運用するためにはもうちょっとその足りない部分があって、だからそ、それを追加するために結構いろんなところ、まあ僕が手直しをしたんですけど、ただまあ僕のこう、心理面として、やっぱ誰かが最初や、ちょっとこうやってくれると。それを直すっていうのはすごい楽なんですよね、心理的に。やっぱなんか要望だけ来て、なんか自分が別に、 そんな欲しくもないのをなんかこう追加するのってすごいやっぱハードルがあって別にそれであの仕事になってお金がとかではないのでうんだからその方は本当にもう僕がなんかこう雑にプルリコってただその5文字を送っただけで本当にプルリコくださってすごい助かったんですよでまあ実際その服も追加してリリースをしたんですけど先日そのこれですねキータにあの記事を書いてくださってて まあそのやり取りの話とかは確かなかったかなとは思うんですけど、なんかまあ自分がその言い出してこういう服追加してもらってその使い方とか、あの他の,かあの服の使い方とかもきれいにまとめてくださってて、なんかそういうのもこのオープンソースの関わり方というか、開発者としてもすごい嬉しい関わり方だったなという出来事があったので、あの入れさせてもらいました。 はい。えっ、ー、と、で、ま、先ほどの、えスライドで出てました、Five for the Future なんですけれども、えっ、ー、と、Five for the Future の取り組みを知ってるよっていう方っていらっしゃいますかお、結構、はい、ありがとうございます。で、これは、えっ、ー、と、未来のために5%の時間を WordPress に貢献しようという取り組みがあります。で、まあ、このページ自体も、えっ、ー、と、wordpress.org のところにあるので、まあ、詳しくは見ていただいたらいいかと思うんですけれども、 えっと、まあ、この取り組みに対しても相談所の方で、えー、っと、まあ、浅川さんの方で特にですけど、あの、フォーラム協力していただくとか、えー、っと、まあ、今回の MW のフォーム回収するとかっていうことを、まあ、当てて、ええー、まあ、未来を良くしようと。はい。大きなことを言ってますが <laughs>、はい。という感じで取り組んでいます。で、次は、次お願いします。 ええー、と弊社で、えー、MW のリポジトリを引き継がせてもらっているリポジトリがあるので、えー、ここまでの話を踏まえてですねオープンソースなので皆さんから異臭の記憶であったりとかフルリクエストをお待ちしておりますぜひよろしくお願いします で、えっ、ー、と、ただ、脆弱性に関しては、えっ、ー、と、事前に我々に先に連絡が来るので、まあ、当然それ公表するわけにはいかないので、こう、まあ、本当に参加したいなと思える方については、まあ、事前に我々に連絡いただいて、チームメンバーとして加えさせていただいた上で、まあ、脆弱性に対応を一緒にできたらいいのかなと思っております。で、えー、ちょっと面白い数字があっ で、えー、去年、昨年の12月ぐらいに脆弱性のリリースをしました。で、これが、えー、結構大きなニュースというか、まあ、あの、ネット系のメディアですね、MWWP 本に深刻な脆弱性があるということで、大々的に出たんですが、えー、そのバージョンを、えー、12月23日ぐらいかな、にリリースさせてもらったら、えー、全体の有効アクティブインストール数が今20万サイトぐらいで、 動いてるんで、すがが約15万サイトぐらいでで一気に1日でダウンロードがされましたでその翌々日ぐらいにですね、まあ、いよいよちょっと PHP のバージョンはあのー、上げた方がいいんじゃないかなということで、PHP の必須バージョンを8に上げさせてもらいました。で、そのバージョンをリリースしたところ、このピョンとはめてる右ですね、約2万ぐらいしか 2万サイトぐらいしかアップデートがされなかったんですね。これはまあ意図的にアップデートを止めてるのか、プラグインヘッダーの中の PHP の必須バージョンを上げたので、もうアップデートができない状態になってるサイトも、まあサーバーの設定ですね PH。PHP が古くてアップデートできてないサイトがこれだけあるんじゃないかなと推測しております。 でえーっとまあ、直接、まあ、次のスライドは、えー、MW には関係ないところではあるんですけど、えーまあ、プラグインだったりとか WordPress のコア、まあ、PHP のバージョンとかサーバーのを最新に保つっていうことが、えーまあ、絶対的に必要になってくるので、まあ、その要件っていうのが、えーまあ、たくさんオルグのサイトには載ってますとあと、まあ、PHP のサポート期間っていうのも結構最近は1年ぐらいずつ。 アップデートメジャーアップデートするようになってきているので、まあ、これに関しては PHP のサイトの方のサポ,サポーテッドバージョンっていうところに、まあ、いつまでこのバージョンはメンテナンスしますよっていうのが記載があるので、まあ、これをちょっと気にしながら運用していただければいいかと思います。とあとはえと、まあ、本体環境とは別にテストサイトを持って、まあ、バージョンアップしたから壊れたんだとか言われても、まあ 知らんがなっていう話になってしまうので、まあ、事前に、えっ、ー、と、まあ、壊れたんなら壊れたで、まあ、あの、テストサイドであれば、あの、やり直しが効くんで、まあ、本番でいきなりしないということができたらいいかなというところと、あとはま、何かフォーラムとかに書き込まれる際はですね、まあ、バージョンだったり環境っていうのがわからないと、ちょっとこ、あの、フォーラムの方もね、答えにくいので、えっ、ー、と、まあ、ダッシュボードの中にツールの中にヘル,ヘルス、え、サイトヘルスと、 いう、ま、機能があるんで、まあ、そこでページのバージョンだったりとか、サーバーの、まあ、OS の種類だったりとかっていうのが見れるようになってるので、まあ、ちょっと気にしてみてください。はい。で、次は、えっ、ー、と、まあ、WPCLI って言って、まあ、ワードプレスを、まあ、あの、ちょっと黒い画面にはなってしまうんですけども、えぇ、ー、まあ、ワードプレス自体をコントロールしたりとか、 っていうコマンドがありますで、そこでプラグインのベリファイチェックだったりとかコアベリファイチェックっていうコマンドがあるので、まあ、これであの公開されているものであれば改ざんされていないかどうかとか、まあ、変なファイルがないかとか、消えてしまっているファイルがないかっていうのがチェックできるので、まあ、気になった方は一回見てみてください。というのと、あとまあバックアップをちゃんと取りましょうと。まああのまあ、どんなに頑張ってても絶対は ないので、まあトラブった時に戻せないっていうのが一番、まあ、最悪なんで、まあバックアップを取ってくださいで。あとバージョンアップのお知らせだったりとかも、まあ X だったりとかいろんなところで出てるので、まあ使ってるプラグインが何かを把握して、えー、まあ自分が使ってるものであれば、ちょっとまあ情報収集するという癖をつけていただければと思います。はい。結構押しできてる。巻きできてるね。はい。なので、まあ次から はい。ディスカッションということで、まあ、ちょっと会場の方に聞いてみたいということがいくつかあるので、ちょっとご協力いただければと思います。はい。で、えー、っと、今日弊社がブースを出してたんですが、そこでちょっとアンケートを取らせてもらって、皆さん、このワードプレスのプラグインのホーム、ホームプラグインですね、どれ、どんなものを使ってますかというアンケートを取りました。で、コンタクトホーム7と MW と、 あとは、ま、その他、外部サービスですね。あとその他プラグイン。で、ちょっと忘れてたので、その模型ホーム数を出しました。<laughs> で、えっと、まあ、この数字を見てもですね、MW やっぱり使ってる人まだいるんだなっていう感じですよね。で、えっと、新規サイトで使ってるっていう人もいらっしゃいましたし、まあ、継続して、あの、運用してるサイトで使ってるという人もいらっしゃる状況でした。 新規サイトですね。はい。はい、<laughs> 新規サイト。最近、新規サイト <laughs>。僕、あの、引き、お引き渡しする前に。僕も脆弱性の対応、まあ、二件ぐらいやってて、結構クリティカルなやつだったんですけど。対応してる、身からするとですね。こんな、危ないのを。<laughs> 新規。<laughs> 思うんですよ。まあ修、修正はしてるんですけど。 まあ僕が気づいてないからそういう脆弱性が残ってるわけで、だからまだ残ってる可能性ってあるとは思うんですよ。全部よく見ていったら。うん。だからまあ、コンタクトホームセブンとかはね、すごい、あの、三好さんすごいしっかり作られてるんで、まあそういうのを使う方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。はい。新規。うん。そうですね。ここからまあ、ぶっちゃけどうやったら、 まあこの MW のプロジェクトを終わ,せ終わらせられるのかっていうのを、まあ、ご意見をもらってみたいなと。あ、そうですね。あと、北島さんが、えー、と他に出してる、えー、とスマートカスタムフィールド、はいス,タスマートカスタムフィールズについてもなんか、えー、と公開を停止したいっていう要望を出してみたところ、ちょっといろいろあったみたいなので。 まず、あの、聞きたいんですけど、スマートカスタムフィールズをまだ使ってるって方はどれぐらいいますかあ、あんまりあ、あんまり少ないですね。あの、スマートカスタムフィールズっていう、まあ、カスタムフィールド、まあ、あの、一番有名なのはアドバンスとカスタムフィールズなんですけど、まあ、それに似たものも僕が作ってて、えー、まあ、それ、それはなんで作ったかというと、ACF は、えー、繰り返し、 の機能が僕がが僕僕見たたたた当時はは有料料だっっっんんででですすよねでこれは無料でやりたいと思って僕が作ったんですよスマートカスタムフィールドって作,作って、まあ、自分でも使ってたんですけどまあそれもまあブロックエディターが登場してカスタムフィールドを使う機会が激減したんですよね僕はそれでまあスマートカスタムフィールドもメンテしなくまなったんですけどもう2年ぐらいアップデートしてないんですよ MW 以上にアップデートしてないけど、えー、X とかでちょっとこう検索したら、まだまだ全然使われてるし、なんか結構新しめのワードプレスの本にもこれをインストールしてこうしてみたいなのが書かれてると。2年もアップデートしてないのにと思ったりとかがあったんですね。はい。で、それも MW をやめるっていうのと一緒に、スマートカスタムフィールズもまあやめようと思いまして、 えーとワードプレスの公式ディレクトリーにまあそれ掲載されてるんでそのプラグインチームの人にメールを送って「もう閉じたいです」と「のこ,のここからダウンロードでき,できなくしたい」っていうふうに送ったらえ確かまあアクティブユーザーがちょっと正確に覚えてなくて申し訳ないんですけど多分5万ぐらいかなと思うんですけどそんなにいるのに「やめるの?」みたいな返信が来てなんかやめさせてもらえなかったんですよね。閉じれない。 だから今はなんかそのスマートフォーム、スマートカスタムフィールズのワ、えードプレスのディレクトリのページを見るとあの引き継げる人募集してますみたいな,なんか案内が多分ちょろっと出てると思うんですけどなんかそういう対応はしてくれたんですけど実,実際も閉じれないんですよねやめたくてもはいで MW はもうもっともっと多いんで閉じればいいじゃんは閉じれないっていうのがまあ結論としてまあありますはいっていう中でまあでも あのずっと続けるっていうのもやっぱり脆弱性もあるし、うん、どうしたらいいのかなっていうどうしたらいいんですかね <laughs> ここからは会場の方とのディスカッションということなのでコメントしづらいですかねしづらいでこういう場合 どうですかと今、これからも、やっぱこのプラグイン便利なので使い、手あげづらいですよね。<laughs> 大丈夫ですかあのカメラとかに、ね、映ってないので、もう、ここだけの話としていきましょう。あの、手あげてみてください。これから。手、手は映らない。手は映らない。手は映らない。手あげてください。このプラグイン本当に助かってます。これからもお世話になりたいですっていう方、正直に行きましょう。これ多分少ないと本当に終わっちゃうと思うんで。<laughs> どうします 一回ちょっと聞いてみましょうか。ちょっとどのあたりがちょっといい助かってるかとか挙、ね、げてました、はい、え、あ、すみません。えっとでも理由としてはずっと使ってるからっていうのが <laughs> 主な理由なんですけど、えっとまあ新しいフォームをなんかやってみてもいいけど、それをな、ま、ん、あ、チームで全員勉強しないといけない、まあ当たり前なんですけど、<laughs> ないといけないっていうのもあるし、あと。 もう本当に昔からのお客様が m, m w p w p フォームを使ってるのでもうそれを変更するのにまたあの用かかりますっていうとまたあの, <laughs> あのちょっと交渉のことになってしまったりとかしてどうしても使いたいっていうのが思いとしてはありますありがとうございますなかなかコメントしてたいところに言っていただくと本当に助かりますそうですよねあの納品した後の,あの保守の話にもなってきたりもするのでそのあたりの 対応連絡であったりも含めてどうするのかっていうのはクライアント側の話にあると思いますけども。ああこのあたりを。さあ、こっからどういっていきましょうかね。<laughs> はい、2番ですね。ちまあ、だんだん現状としてはで、逆にあれ聞いてみましょうか。あの、わかりました。じゃあ変えますっていう方います変えてみようかなって、試してみようかなって方。OK です。じゃあこっちも聞いてみましょう。 まああの私もね、セキュリティ周りだったりとか、アップデートしましょうねっていうのを言っている側なので、もうアップデートされない、脆弱性が残るっていうことであれば、もうどんどんフォームのプラグインもカスタムフィールドのプラグインも変えていったらいいと思うしう、それができるようにえとサイトも設計しておくっていうのが多分大事になってくるんだろうなっていうところなんですけど、それを 最初の段階でできるかどうかっていうのはちょっとまた難しい問題だなとは思ってます。はい。ありがとうございます。多分あれですよね、あの今提供している機能、体験がそのまま提供できるかの自信が持てないっていうのは結構重要な要素になってくるのかなっていうのはありますよね。なんか今動いてるのが動かなくなるとか、機能が、 多分、機能が増えるとか、あの、オフにする機能があるとかいいと思うんですけども、あの、動かなくなるのが発生した時にどうすればいいのかみたいなのとか、そのあたりが特に気になるのかなっていう気がするっていう感じで、あの、2番に無理やり行こうとしてるんですけども。はい。はい、どうぞ。皆さんの中で、もう実際、MWWP フォームから、あの、他の、えっ、ー、と、お問い合わせ系の プラグインに乗せ替えた実績がある方っていらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。お、何人かいらっしゃる。はい、こっちでいいですか。あ,あ、実際どうな実際どうだったかっていうのをちょっと差し支えない範囲でお伺いできればと思います。えっとの乗り換えですよね。うんとまあ Mw を使ってた理由としては確認画面が出るっていうところが一番のメリット。 だったんですお客さんがで、えー、っともうそこは説得をしてで、えー、ほとんどもうあまあもういわゆるもう開発し,なしたくないっていうお話も聞いてたし、まあ、出会ってもいたので、うん、もうこれ以上そう続けるっていうのは まあ、みんなメリットないよねっていうのでだったらちょっと乗,り乗せ替えしましょうっていう話をしてで移行したっていう感じなんです。で実際まあ移行して細かな部分でやっぱりこう仕様がちょっと違うからその部分はあの違うっていうのはすごくあの揉めてはいたんですけどもやっぱりその、まあ、プラグイン頼りっていうところは最初に納品するときに説明してたので。 あのス,ムスムーズにいくというのはちょっと違うかもしれないけれども、納得はしてもらいました。あのワードプレスはやっぱりそのプラグインありきだから、そのプラグイン側でどうにもならなければ、僕たちがそういったプロリクエを出すっていう方法もあるけれども、できなければ誰もできないから、もうそれは乗り換えるしかないですよっていうふうな説明は、一応私の方はよくしてます。なので、スムーズにいった方なのかもしれないですね。はい もう一方ぐらい聞いてみましょうか。ごめんなさいね。あの、もう一度手を挙げていただいてよろしいですか。えっ、ー、と、乗り換えやったことがある方ですね。よし、じゃあ。お願いします。はい。そうですね。私が担当したものに関しては、えっ、ー、と、そこまでなんか、機能、 めちゃめちゃ使っていたわけではないので、そんなに支障なく乗り換えができた覚えがあります。はい、多分、うん、どれでもいいけど、とりあえずなんかあの変えた方がいいよっていう話が出てるんで変えますっていう <laughs> 提案をして、じゃあじゃあ変えましょうぐらいの感じで変えられましたね、私の方はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 多分、使い具合によってとかもありますし、あの、せーので変えましょうっていうのは、まあ、難しい話でもあるから、そのあたりのグラデーションどう作っていくかみたいなところにもなってきそうではありますよね。どうですか前の4方。一回戻してみようはい、どうなると思いますそうですね。さっきおっしゃっていただいた、その、事前にクライアントに ワードプレスはオープンソースであり、導入するプラグインもまたオープンソースであり、なので、まあ、それがずっと使い続けられる保証がないんだよっていうのを、きちんと説明されているかっていうのは、とても大事だなと思いました。はい。ある日、突然、公開が停止されることもありますし、事前にそのあたりを説明しておけば、まあ、運用中のサイトに関しても、新たな予算を確保して、 変更することっていうのはそこまで難しくなくなるんじゃないかなと思います。一番困るのが、あの、お客さんは多分、クライアントさんは m w, w p ホームのことは知らないと思うんですね。ほぼ、お問い合わせホームを設置してくださいという要望に応えた結果、MWW ホームが使用されてると思うので、それを変えたいっていうのは、あの、変えることがあるっていうのは事前に、 まあ変える可能性があるって言うんですお問い合わせホームに限らずまあきちんと説明しておくべきなのかなとは思いますねけて欲しい,い <laughs> <laughs> そうですねでとまあ。 つまあ、このまま乗り換えも大変だし、続けてほ、まあ、続けてほしいよって、まあ、素直に思う方はどれぐらいいらっしゃいますかそうですね。だったら、まあ、まあ、そこでまあ何ができるかっていうところなんで、まあ、このなんかコードを書いて、いきなりプルリックをくれって言われても無理だよっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、まあ、徐々に、まあ、なんか乗り換えのテストをするだとか、 こんな風にしたらうまくいきましたっていう情報を発信していただくとか,はいだからまあ今後の機能がいらなければこの他のプラグインでまあ問題なくできました私は知らんけどみたいな情報でもいいんであ,のあればあのまあゼロからテストするってやっぱりどうしても大変なことだと思うんでまあこの機能は MW しかできないよみたいなのもまあ一応そのノウハウとして あの、出力していただいたりとかすると、まあ、誰かの役にも立つかなと。まあ、将来的には、まあ、使い続けるっていうことは、まあ、ない方がいいかなとは思いますので、まあ、ちょっと、そうですね、まあ、近くのミートアップとか、多分、あの、各地あると思うので、まあ、ちょっと考える会をしていただくとか、この、まあ、違うプラグインの問い合わせフォームがすごく良かったとか、あれば、そういうことを、こう、共有していただければ嬉しいかなと。 思います。はいあのえっと、皆さんはキャンプに来ていただいてるぐらいあのコミュニティとの接点が強い人なので MWWP フォームがあの今後脆弱性の対応しかしないっていうことも皆さんご存知だし s n o w m o n k e y ームズがあが後継プラグインとして同じ作者の北島さんが作ったっていうのもご存知なんですよ。でも これれがコミュニティの外に出ちゃうとそれを知らないんんですね皆さんなのであのおすすめとか本に書いてあったりとかすると MWWP4 も新規で使っちゃったりもする可能性があったりするわけですよ。なのであの今すぐできることとしては皆さんから発信してもらう時にあのえそういった情報をコミュニティの外に向けて発信してもらえるっていうのは今すぐできることだと思いますのでもしあの何か あの応援したいなとかっていうような気持ちをもしお感じになっていただいたならばですねそういうところからでも始めていただけると嬉しいなと僕は思いましたこ、はい、こでこの続けてほしいというところもあの本当になんですかねえー、っとセキュリティフィックスバグだけでもいいから現状で続いてほしいというパターンもあればこれからもアップデートあの機能のアップデートも欲しいですっていうパターンの 両方がここにいる人もいない人も持ってると思うんですけども、まあそのあたりの折り、まあ、折り合いというか断崖的なところの話がこれからやっていけるといいのかなみたいな感じということですかね。で、なんかそうさっきの話を聞いてて思ったんですけども、多分、フォームを乗り換えるっていうので何ができて何ができないのかを前も うちらも聞いてる人も誰も実は知らないのかなっていうのはあって、どのフォームだったら何ができて、このフォームに行ったらこれができなくなるみたいな、そういう情報の整理とかそういうところからまず、いきなりやめようとかまで行きにくい人たちも絶対いると思うので、そういう、なんというんですかね、段階上というか <laughs>、行ける人から順番に、あの、 で出口に近い人から順番に出てってくださいみたいなそんな感じになっていくのかなっていう気はしますよね <laughs> なんかあの途中から仕切り始めて申し訳ないですけどもえっと今の雰囲気の感じだと段階的には皆さん全体それ今前に喋られてる方の相違としては段階的に MWW フォームの利用者が少なくなっていってなくなるといよいと。 といえっと、えっと、そうですね。えっと、そこに関しては、制作者の方に関しては、基本的にもう乗り換えをしていただくことを推奨しています。で、残るのが、えっと、制作してもらったサイトを、 保守管理せずに使い続けているユーザーの方がどうしても残ってしまうと思うので、その方たちがいる間は脆弱性のアップデートはしたいなとは思ってます。で、えー、今日確認したところ、プラグインレビュー、え、プラグインチームに連絡するとですね、新規インストールだけ止めることができるようなんですね。あ、そういうのがあるんですね。で、セキュリティフィックスのみ提供するっていうことができるようなので、うんうん あのまあそういう人たちにいきなりダッシュボードに「MW 終わります」っていうのを出しちゃうと多分きっとびっくりすると思うのでどういう風に出すかは考えないといけないと思うんですけどまあアップデートだけ提供するっていうのは形にしてだんだんクローズしていくまあその人たちが気づいてまあえとまあ別の方の制作者とかに連絡を取ってまあ直してもらうっていうことができればもちろんいいんですけどただいつか終わりは必ず来ると。<はい S 2> ありがとうございます。はい、ともう一個いいですかあの、それで、今のお話だと、なんか、善意の塊みたいな状況で活動されてる可能性をすごく感じているんです。で、片や利用者側は、その、今、動いてるものがあって、なんかその、脆弱性っていうものがさっぱりわからないので、 え、今まで動いてましたよね。で、なんか新しい脆弱性も直してくださったんですよね。じゃあ、動いてるんですよね。っていう、安直な発想になるんですけど、この先もそういった脆弱性の可能性とかがあり続けるということがリスクみたいなか。今、このまま完全にフリーズしたら、その次なんか見つかった時に問題になるみたいな。 はそう感じのイうん。うん。うん。おそらく公開を停止しても、そういう人たちは使い続けてしまうんですよね。そうですよね。うん。厳密にゼロにすることは多分できないと思う。まず、まず前提としてそこですよね。システムというかアプリケーションである以上、何かしらこういろんな影響があって、いろんな裏技なり何なりを駆使すると、 何かしら脆弱性が発見される可能性は常にすべてのものにあると、はい。で、それが、それはすべてのものにあって、それが見つかったときに対応できる人がいるという状況かどうか、うん、ってことですよね。<laughs> そうですね。はい。脆弱性を外部の方が見つけていただいたときに連絡窓口に今私たちがなっています。 <laughs> というところでですね、あの、この先ももうちょっと話し続けたい気持ちもあるんですけれども、うん、と、時間になりましたので、最後、誰か代表で一言いただけますか。でこの議論ですね、この,あの閉会式の後もまだ交流の時間ありますので、うん、ぜひそこの、えっ、ー、と、ウェブの相談所のブースありますよね。はい、ブー,ね、ブースもあります。そのあたりとかでぜひ、議論続けていただければと思います。ディスカッションしましょう。最後、お願いします。 えー、どうですか <laughs>、まあ、あの気持ちは伝わったと思うので、はいまあ、今あの今日の話を聞いて、まあ、あの思ったことをブログとかあの X とか,こう書,か書くだけでもまたこう変わってくると思うのであの僕としては本当そういうのをやってもらえたら嬉しいし、えー、他かの外の聞きを来れなかった人のためにもなると思うので是非。ぜひあの そういうことを発信をやっていただけたら嬉しいなと思います。はい。はい。ありがとうございました。